田朋美政調会長は、22日、東京都内で講演し、夏の参院選から選挙区を統合する校区が導入されることを踏まえ、各都道府県から、改選ごとに、少なくとも、一人の参院議員を選出できるよう、憲法を改正すべきだとの認識を示した。稲田氏は、参院選の一票の格差について、法の下の平等といった以上は、一人一票だ。憲法の解釈として、そうならざるを得ないと指摘し、格差是正に向けて導入された合区に、一定の理解を示した。一方で、合区を解消し、一県に一人ということをやろうと思えば、憲法改正をせざるを得ないと強調。そこから憲法改正を訴えていって、国民の理解を広めていくことは10分あり得るし、あり得べきだと述べた。関連記事消費税 1% ずつの引き上げも考えられる自民党の稲田朋美政調会長は、20日、来年4月に予定される消費税率 10% への引き上げに関し、決めたから、絶対に 2% の引き上げということではなく、まずは 1% という考えもあると述べ、1% ずつの増税も、選択肢の一つとの考えを示した。国会内で記者団に語った。稲田氏は、平成26年4月の 8% への引き上げで、個人消費が低迷したことなどを念頭に、3% の引き上げのインパクトが非常に大きかったとも指摘した。ただ、熊本地震を受け、引き上げの先送りを求める声に対しては、基本は、来年4月に増税するということだと釘を刺した。